お腹から出す。おへそを前に出す。おへそを出す。ちゃんと足返して。ぐい、おへそを出す。相手が動いてからだよ。そう。あ、今のよかった。一回。ぐー。突っ張ってる、ひなこが。早く振ったって足なんか当たんねえよ。狙わなきゃ。ぐい。早くやったから当たるわけじゃねえんだってんだろ。ゆっくり。ポンなんて押せば相手が早く動いちゃうんだよ。おへそから出してないから体がくの字になってるから足出すときはぶら下がるんだよ。相手を引っ張って、なんで足よけちゃうんだよ。あかりも、ゆっくり押すわ。グイって肘を曲げた状態で、そう、今のよかった。ここで押すんだよ、ここで。動くんだよ、これ。よー、こうやって変わってない、膝のとこじゃない。あれだよ、試合の時はどこを当たっちゃうかランドリーの時は分かんないけど、練習の時ぐらい正確に当てなきゃダメ。ちゃんと当たったからってちゃんと倒れるもんじゃないけど、ちゃんと当てなかったらちゃんと倒れる確率が少なくなる。わかる？物事全部一緒だよ、それは。あ、今のよかった。力抜いて受ける方もこいつ強くしてあげれば団体戦で私が1個負けても大丈夫だなぐらいのつもりでやるんだよ。いけ。足どかしておけんだよ。後ろに足なんて全部引いちゃったら前に倒れちゃうから。膝を上げておけ。いい。膝をこうじゃダメなんだよ。膝を上に上げる。そう。つま先を下に向けて。はい、いけ。いい。明かりは出すんだ、足をそのまんま。避けるからってこんなんやってる場合じゃねえだろ。お前はいつもさっきやった通りやればいい。そしたらひなと足つけばいい。相手の足が向こう行っちゃったら、つくわん、攻撃しなくていいんだ。どかしてこっち、そう、膝を伸ばせよ、ちゃんと。いい、いいから空振りしちゃってもいいから今のに。スムーズに膝を曲げずにスーッと伸ばすと、曲げてるからぶつかってんで、ちゃんとこの指の先で字を書くようなつもりだから届くの。そう、ひなこもそうだよ、全員そうだよ、覚えていて。そう、オッケー。あ、うまい。あ、ひなこだ、上手だと思ったらひなこそんな慌てて下がんねえだろ、光が押されたからって。ひなこもグイーだよ。ちょっと肩にゴミがついてますよ。そうな、倒れるだろ。不思議なんだよ、グイーだって。シュッ、そう、はい、オッケー。